皆さんこんばんは、塚田ジャミ戦争社の久保田裕二ですこんばんは、アーティファクスです始まりましたよ始まりました昔ながらの商店街のようにあらゆるジャンルの専門家、クリエイターが集まってそこから新しいコミュニティが生まれ、新たなものづくりを発展させていくそんなコンセプトでラジオ番組をお届けいたします自分で報告した方がいいよ、俺はいえ38歳になりましたあ

よろしくお願いします。いますはい、皆さん、こんにちは。たまりマスターのゴンゾと申します。よろしくお願いします。じゃあ、いつものアーティーちょっと紹介を。紹介をしてもらいましょう。はい。 タンンバリンマスターの権蔵さんは1985年生まれ静岡県浜松市のご出身です特徴的な衣装と体型音楽に合わせ華麗な手さばきでタンバリンを叩くという芸が大ヒット、うん、2015年世界的なオーディション番組のアジア版「アジアズ・ゴッド・タレント」に出場し準決勝まで進出されました、はい、その番組の動画は400万回再生を突破するなど世界中で話題となっておりますまずはい タンバリンって日本の楽器なんですか。タンバ。そう,ね、そう。あ、なるほどなるほど。そうそう。日本の楽器というか日本で生まれた楽器かっていうことですかね。タンバリンは実はですね、中央アジアの楽器なんですよ。ああ。そうそう。元アジアなんですね。でも、ね、そうでそ,そ,そう。元太鼓の。はいはい 起源は太鼓なんですけども、ええ、太鼓から発展していってで一番有名なとこだと聖書にも載ってるんですよ、はい、へそのぐらい風からある楽器なんですよあ,あるんですねただもともとはそのカザフスタンとかあっちの中央アジアの方の出の楽器らしいですいうん、うん、元々もともとはなんでそもそもタンバリンを始められたそのき かけというかタンバリンを始めるっていう感覚があまり今ないので、まあそうですね。あのよく皆様カラオケとかって行かれますか？あのカラオケボックスありますよねタンバリンでね。ありますありまあれでみんな叩くじゃないですか？叩きますね、はい。あれとほとんど一緒です。え<ー>ただ僕の場合そのカラオケボックスに行って遊びに行ってやったわけじゃなくて、はい、カラオケができるお店で、はい、僕が仕事で アルバイトとして入ってまして、で、お客さんが歌ってるところで、丹波にお客さんのやつに合わせて叩いてたんですよ。なるほど。で、それは別にプロでもなんでもなくて、あの、ただただ、何やることがなかったんで、喋りも下手で。あのお酒も作れないんで、まあ、しょうがないから、お客さん歌ってるところで、僕。こうやってね、リズム取ってやろうかなと思ってたのが、あの、なんかお客さんが。

カテゴリーで行くと芸人さんになるんですよね一応そうですね。そうなんですよね。あの、入りが僕もあの漫才師になりたくて、ええ、あのー、お笑いの門を叩いたもんですから。話あんまり得意じゃないけど。そうです、そうです、ね。<laughs> <laughs> あのー、発想もあれで、うん、やっぱりこう、話が得意じゃないから逆にこのステージに立って、一晩に立てば、 もう喋りようになるというかそう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 リハビリじゃないですけどんかねショック療法じゃないですけどそういうので最初ちょっとそういうのに憧れたんですよでちょうど僕の好きな芸人さんの横山綾瀬さんとかがいるんですけどその方の漫才も見てああいうのやりたいなっていうのもあってお笑いに一応入ったんですはいそうでただ入った結果なんかたんまりやることになっちゃって本日まで至るというはあえその 芸風というか、っていうのは、タンバリンを叩きながら、何かその。喋ったりとか。いや、全くしないです。あ。しないんですね。叩くだけです。もう、ひたすら叩くだけ。ひたすら叩くだけ。動画見ましたけど。僕も見ました。あの、僕見たの、でも、その、アイドルの方の。あの、見させていただいて、なんですけども。たまに、あの、一人で叩いてるやつも、結構あるんですけどはい。

おお。あ、すごいすごいすごいエンターテイメントすごいわこの見えてない人ちょっとかわいそうなぐらいかわいそうなぐらい一番最後のパンの後 メガネ外して自分の顔をタンバリンで叩きましたね。そうですね。でしかもその最後はすごいキメ顔だったよね。キメ顔。<laughs> 一応の無表情で叩くというのが僕の芸風でございました。はー。はい<ー>。こういうことね。ううとねそうなんです、ね。そうなんです、ね。面白い。いろんな曲でやってますのでよかったら見てね。いただければと思います。いや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 。<laughs> え、はい、その海外のあのアジアズゴットタレントにも出られてると思うんですけど、はいええ、これ出るきっかけとかって。 っていうのはそうですねあのもとその向こうに住んでる知り合いの方からこういうのがあるよっていうお話をもらってでなんか資料が届いたんですけどそれに全部英語で記入して送ってっていうのを繰り返して出ることになりましただからもう一から受けに行ったんですよはいそのそれに出ることによって。 当然日本の、例えばお笑いのね、はい、あのキャリアにもあるように、レッドカーペットだとかっていうのではなくて。<laughs> はい、海外のオーディションに出られる。はい、で出て、実際出てみて、その感覚っていうのはどうだったんですか。そうですね。うん、やっぱあの、一番。こう、日本と違うなと思ったのは、ええ、お客さんの、うん、あの。捉え方ですね。<ー>捉え方。日本だと、あの。なんですかね、言い方があれですけど、その。 大体お笑いライブに来る方っていうのは、ええ、隣の人の顔を見て笑うんですよ。わ<ー>かります。わ、はい、かります。観客。<族>はい、なんで、はい、伺いますよね。そうそうそう。はいはい、だからここで笑っていいのかなって思っちゃうんですよ。でも海外の人っていうのは。 ここでで笑ってていいいのかなななんん思わもう面白かったら笑うしもう自分のタイミングでそうそうそうですねで面白くねえと思ったらあの指をねこうやってガってやるんですよはいもうこれがすごいんですよその同じ場面でそういうスタンディングオベーションの人とこうやってっていう人がもう両方ともいるんですいるんですかこれがもう日本では考えられないんで考えられないですよあなんてこう素直な人たちなんだろうともうじゃあそれの 変な話こうじゃあ一つの会場でスタンディングオベーションをしてる方とブーイングをされてる方の、はい、まあなんだろうなやってるその量である程度決まるみたいなところもあるんですかね。とあとスタンディングオベーションが多いとかっていうので何でしょうねなんかいわゆるの日本でいうとこの空気みたいなものっていうの日あって、はいはい、全体のその空気みたいなものっていうのもあって。 空気感みたいいいのもななはんですよそれがどっち色に染まりやすいかっていうんからーッてやってる人が実質多かったら多分そういう空気そういう空気になりますしうーってやってる人が多かったら自然とそういう空気になっていくみたいななな海外らではねでもこれでね準決勝まで進出されてるってことでこれ準決勝まで何回ぐらい準決るんですか 実質2回一応最初の1回目があってで準決勝はもう2回目なんですよああもう2回目で準決勝なんでそうなんですただ2回目までに1か月半近く稽古があるんですよ稽古稽古があるんですあの一応最初のやつはもう誰でも何でも出していいんですよあの言ったらカットができるんで何でもそう何でも持っていけるんですけど2回目は出すものをきっちり決めてでそれを どういう風な演出やるかっていうところ全部打ち合わせからそうなんですねすごいいやわかんなかったですねねそうなんですよでダンサーさんもつくんであそれとの合わせた練習あでやりたいようにやるっていうよりはもうしっかりプランを立てて他の演者さんとの打ち合わせもしてそうですそうですしっかりショーを作っていくってことですねそうなんですよ花火上げたりとかはいはいすいそれも打ち合わせしてへそういうスタイルなんですねそうなんですだけ 日本ではそういうのがないですね。あったとしても一回打ち合わせするして。ぐらいな感じで見せてくださいで終わりじゃないですか。じゃあ一回戦目というか準決勝の前の初戦はもうソロというかもう自由に自分の今までやってきたもののいわゆる集大成じゃないけど見せたいと思ってることをバッとやるみたいな感じなんですかね。いいいつつもややってるででですねフレレンズととうう曲ベッカさんのの叩く えー、あのー、シンガポールの,あの場所で誰も多分フレーンのこと知ってましい、ね、<laughs> か分かんないところでやりまして <laughs> でそれでまあ1回戦突破しまして突破しましてでじゃあ2回戦目がその準決勝っていうその1か月半の間で全部その勝の内容を決めてうそうですそうですうわ大<ー>変ですよもう1勝も全部ですからねあそこまでなんですねだからもう全部もう本当に全部ですはあ<ー>そこで決めて稽古もしてで 最終のそのカメラ前のテストを全部やってっていう,、ええええ、う大変でした。すごいな。これもまた新しいなあ。<laughs> タンバリンっていうそのなんていうんだろうな。タンバリンを習うとかっていう感覚の楽器ではないイメージがすごく強かったので、はいはい、でも一日五時間ご自身で練習されてたわけじゃないですか。ええ、何をそのベースに練習されてたんですかそれって。 ベースというのは基本的にはないですね。もう何か音楽をかけて、そうですそれに合わせて、じゃあお手本だったりこれを目指す的な感じよりかはないですね。もう自分の中でオリジナルをバックと、それもまたすごいことだと思う。基本的にタンバリンっていうのはもうリズムと、そうですね。そうそう振って叩くだけなんで、これを例えばお客さんが見て面白いと感じるためには。 それうそうそうそれをやるためには1日5時間とりあえずひたすら叩くしかなかったんですよそこから生まれてくるものを、ね、<ー>見えてくるものを <laughs> それでもなかなかできないことですよできないできないいやもうだから必死だったんですよねその時は<ー>いやでもそれでねその1日5時間やった練習もあり、はい、経歴を 見るとものすごい数のいろいろな番組やら,ら、ね、あ,ありがとうございます。出られてますよね。そうですね。ちょっとなんかいろいろ読んでいただくことが<笑><笑>ありまして、すごい。で今はその振り付けというか、はい、そういう指導なんかも、もうそうです。やられてるってことですよね。ううねえー、映画だですとか、あの舞台ですとか、のなんかそのアーティストさんというか役者さんが、はい、その その中でタムで叩く役があるんですよ。なぜか別にいらんと思うんですけど。でそこでやってみたら意外と難しいって言うんで、それで呼ばれるそうですよ。どうやって叩くんですかって言われるんですよ。でもさっきね少し見せていただきましたけど、あんな風には叩けないです。あれは叩けないです。あれはできない。確かに持った。そうなんです。よさっきのやつは持っていくじゃないですか。持っていくとあのもっと普通にお願いしますって言われるんですよ。 じゃあ俺じゃないんでしょうと思うんですけどね。<laughs> いやーすごいなタンバリンであんなよく、あのー、なんて言うんだろうなカラオケ屋さんとか行ったりとか、はい、タンバリンがある飲み屋さんとかに行くとすごく得意げにこうく方、ね、いらっしゃるじゃないですか。んかそういうイメージだったんですよ僕も、ええ、タンバリンでうそういうことかと思って見てたんですけど。はい ンパフォーマスにちゃんとなっっててるすごいですねただ叩くだけで完結するものですもんイメージはやっぱこれをその楽器とするか刀と見るかですね僕はこれにその武士道を感じましてほうほうそうなんですよこれに格闘技というかねそういうものを感じたもんですから丹波に対して真剣に向き合おうと思ったんですよ タンバリンを叩くとき、例えば、そのカラオケの曲がかかったとして、その曲の音符が全部四角なんですよ。で、タタタッと攻めてくるんで、そのタンバリンを持つじゃないですか。タンバリンを持って、その四角が来たときにカウンターで返すんですなるほど。面白い、面白い。これが私のタンバリンの動きなんですよ。もう型ができちゃってる。できてる今。スパッとやったもんね。そうそうそう。カーンとこう打ち込んで。抜刀したね、今ね。 敵を倒すこと、はあはあ、そして己の,その身を律することがタンバリンの一番の究極の道なんだというところにたどり着きまして、はい、そこにたどり着いてるすよすそうなんですよそれをやってくうちになんか今こんなことになってしまったんで <laughs> <laughs> えちなみになんですけど、はい、生まれが静岡県の浜松市ということでそそうですそうでですす音楽の町じゃないですか。 そうですね、浜松といえば一応楽器が、ねね、ヤマハさんやヤマハもあります川合さ,、ね、さんもありますそう川合さんもあります幼少期あの,の,その浜松で過ごしていた時期っていうのは、はい、音楽との,その関わりみたいなのはあったんですか無です <laughs> 無ですか。もうですね。鍵もですね。聞いて損したわ。浜松の引き出し開けたの。それは間違えた。カラポでしたよ。完全に無だった。そうですね。いや結構あの僕もトライしたんですよ。いろんな楽器、あのギターですとかね、あのまあピアノとかも練習とか教室でやってたんですよ。一切身につかなかったんですよ。だからもう音楽に対して僕は縁がないとずっと思ってたんですよ。 え今ももろ縁があるわけじゃないですかそうだ,だからこいつは僕にとって楽器じゃなかったんですよ。い、うん、ったら音を奏でるものではなくて自分の心を映すものだったりとかそのあの自分の道を開けていくものを切り開いていくものだったんですよね、はい、この「タンバリン」というのが。はあ。なるほど でももしかしたら DNA というかその浜松で過ごしてたことも入ってるのかもしれないですねでもそれもあるかもしれないですね深く考えると俺はどうにかして今浜松の音楽を <laughs> しびってください,ださいその引き出しも浜松さんもう大丈夫何,も何も入ってないんでしびてください悔しいな <laughs> ごめんなさいねせっかくかけてもらったのにもう自分の数少ない知識を出したのに見事に滑るって、ねね、ごめんなさいごめんなさいもう買い替えとい,やい,やいや会会てくださいそこ <laughs> <laughs> は普段こう仕事の中というかそのまあタンバリンだけではなくて、ええ、普段生活してる中でなんかこうタンバリンにつながることに心がけてたりとかこういう風になっていきたいみたいなのって今後何かあったりしますかねあ 僕さっきの話じゃないですけどその海外の AGT というかアジアズ・ゴッド・タレントの中で、はいうん、僕はあの「タンバリン」を通じて世界を平和にしたいですって言ったんですよ。あはいはい、であのこれはあのそのインタビューの中で苦しまぎに出たわけじゃなくて、ええ、本気なんですよね。はいはい、なんでその僕のタンバリンというのが一応、まあ、お笑い芸人なんで。うん 笑いを、はい、とりあえずその誘うというか、はい、その人たちの感情を動かして、楽しい気持ちにしてもらってもらうというのが僕の仕事なんですね。はいはい、なもんですから、それを日本だけじゃなくて、世界中に広げていくっていうのを常にここに持って、はいうん、ハートの中に持って。僕はあのー、今までやってきてるんですよ。えーえー、で、それは仕事でもそうですし。うん、あのー、普段の生活でも、そのたんまを持ってなくても、例えば、うちの、まあ、結婚しているんですけどね。えーえー 奥さんに対してあの感謝の気持ちを忘れなかったりとで両親に対してもあのいろいろまあ不満もありますけどね <laughs> 不満もありますけどただこうやって僕を産んでくれたことに対してもそうですし、はい、ここまで育ててくれたことに対してもそうですし今やってることに対してあの応援してくれてるんでそういうことに対しての感謝という,うん、うん、この人に対する感謝の気持ちというのをいろんなところに広げていければもうお互い感謝で できるというか尊敬し合える中になれば戦争もないしそうです,喧嘩することもないしでお互いのいいところを見ようとそういうあのことを一応普段は。 心がけてます何かこう芸人さんとかっていうねカテゴリーじゃなくて <laughs> アーティストさんだねやっぱり考え方とかんか最近あのお笑いの仕事がないもんですから<笑>かお笑い僕なくなくっっちゃったんですよ。<laughs> だからそこに関してねちょっと僕らでお手伝いできること,とないかもしれないんですけれども<え>でも。 考え方というかその「世界平和」っていう言葉が今出たので僕もやっぱり同じあんまり言わないんですけど、うん、外では言わないようにしてるというかあのまだまだ自分がそこに到達していないというかできてないなと思うので言わないようにしてるんですが、うん、やっぱりこう音楽をやっている中で常に。 頭の中片隅に必ずあるのはやっぱりその平和でいてほしい平和でありたいっていう気持ちは。 やはり一生ですね楽器を弾くことでとか自分が楽器に向き合う時の気持ちは平和じゃないと向き合えないっていうのがありますし、ええ、でだって世の中がすさんでいって壊れていっちゃったらどこに行っても僕ら演奏するチャンスもないしそれなんですよそこに向き合うこともなければ周りの人たちも多分それに気持ちが向くことってないじゃないですか。<え>だかすごく難しいことではあるけど そううういいい場所に行っってて演奏したのはすごくあるんですよああのダメとは言われるんですけどありますよねそういうのありますあります僕もなんで今ちょうどね世間が結構騒がしくなってるんで本当だったらそういうとこにまあ僕が行ってあの先頭だってやりたいんですけどそれがいい効果を生むのかそうなんですそうなんですそれともまあ言ったら感情逆に逆なしちゃうこともねありますしねう 言ったら気持ちだけで動いてもいけないなというのはあるんですけどただこの気持ちをあのみんなが分かってもらう分かってくれてこれに対してやっぱりそうだねと平和じゃないともうこういう音楽を聴く余裕もないしアジアの貧困の方々なんかは僕らとかそのお笑いだったりとかミュージカルとかねそういうあの音楽のものを聴きに行く余裕すらないんですよだからその心の余裕をこの世界に広げていきたい。 で、お金があるなしじゃないんですよ。心に余裕があるからですよね。楽しめ、楽しめないっていうのは。そうですね。で、ちょっと話戻るんですけど、日本の人たちが、今、その。他人の顔を見て、笑う笑うなんてわんですから。だから、ちょっと余裕がなくなってきてるなというふうに感じるんですよ。これは世界に出て、僕が見た、その、僕の感覚なんんですけど、やっぱり。豊かな国というか、その、心が豊かな国、ね台湾もそうですし、あの。アメリカ行っても、心が豊かな人は。 本当にあの批判というかまあ駄目なものはダメって言うんですけど自分の気持ちでで感情で受け止めてくれるんですよだからこの日本という国でもそういう心の余裕をもっと持ってもらえるように何か俺ができないかなというのは常に考えてます。な話ですよっていうのは。 あのまあお笑いらしくないんでね <laughs> 忘れてくださいそうですねあの忘れましょう忘れましょうちゃんと最後までお笑いの人でいてほしい,いですよ <laughs> でもその気持ちはすごい大事ですね <laughs> そうですね、うん、なんか一応そんな持っとかなきゃなと思う、うんうん、みんなやっぱりあのエンターテインメントはやっぱり心が豊かじゃないと、うん、見る側もやる側もそうなんです うん面白くないしやっぱできなくなってきてしまうと思うのでねいやすごくいいお話聞けたなあの趣旨と全然違うことで言ってるいや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 ごめ全然全然と思うですごくあの刺さりました今ありがとうございますダンバが今後のはいお仕事などはどんなお仕事を予定されているんですか今後ですねあの僕が最近ちょっとそのダンに教えに行ったりとかほう まあいろんなところで、まあ、いわゆる芸人的に言うと営業というやつですねいろんなイベントに出してもらったりとかっていうことが主なもんですからこれというのがあんまりないんですけど日本全国、はい、世界中いろんなところにあの行ってやってますので、はい、どっかお近くで見るチャンスがありましたらぜひ見に来ていただけると嬉しいですその辺の活動はホームページブログツイッターなど,などで随時更新してるという形ですから、ね。はい それじゃあちょっと締めましょうかね。新東京商店街本日のゲストはタンバリンマスターゴンゾウさんでした。ありがとうございました。うしたどうもでーす。ありがとうございました。新東京商店街。新東京商店街。ツガルジ戦争者の久保田裕二とアーティファクトでお送りしています。 ザ・ファクトリーの舞台が終わってからそろそろ1か月が経つんですよ1ヶ月ですねそう。なので今回は企画コーナーというか、えー、舞台の後日談というか、はい、まあ音楽制作で今回アーティーは関わっていたわけで、はい、やらせていたただきました、ね、音楽監修という形でやらせていただいてたので、うん、その音楽を作る立場からの,その舞台というか、はい、まあ制作秘話なんかでもいいと思うんですけれども。はい あのー、なんかそういうところをちょっと話せればななんていうふうに思っています、はい、そうですね、うん、まず最初にこうオープニングを作ったんですけど、ねうん、まあイメージを聞いたんですが大体なんかこうざっくりとしたイメージだけではなくこういう舞台にしたいんでその音の流れみたいなのをなりさん うん、に説明していただいて。まあ、大倉、大倉、ね、大倉、はい、元内、ね、大倉、はい、さん。せっかくなんでね。はい、オープニング、これ聞きながら。聞かせてもらかな。そうですね。うん、はい。あ、で、こう、結構流れで説明していただいて。うん、まあ、もちろん、他にもスターウォーズな壮大さとか、うん、なんか、そういう。 ことも言っていただいたんですけど、うん、結構なんかその流れで伝えてくれるって僕斬新で結構あ確かに流れで聞くとすごい作りやすいなと思って持ち帰ったら見事に思い詰まりまして。<laughs> <laughs> 詰まったやだ。詰まりますよやっぱり。その僕からすると結構早い段階でオープニングのお話いただいたんで、どういう結果になるかわかんないわけですよ。で音ってまあその実際流れてみると自然と耳に入って流れゆくものなんですけど、結構重要な要素じゃないですか。もちろんそう。映画見るにしても何にしてもバックの BGM があって。 感感情がこう一緒に流れててくって感じするんで、うん、しかも挿入歌ではなくてオープニングだからねもうここでバシッと決めないとなっていうところで、うん、やったのでもう何十パターンも考えて、うん、でその中からこれがいいかなっていうのを聞いていただいて、うんうん、まあこうよかったんですけどすごい最初の方であ「あいい感じだよ」って言ってもらったんで、うんうん、そのままその完成に持ってったって感じですね。実際に劇場で、はい 曲がかかってこうお芝居が始まるっていうのを見た時あ嬉しいっていう気持ちはもちろんありまして、うん、でもう舞台の、まあ、投資リハーサルとかたなと思ったんですけど今回劇中の曲自体は少なくて、うん、あの結構パフォーマンスもあ入ってきたんでユージさんのプロジェクトの曲も入ってきて、ね、花火の曲も、ねはい、入ってきてまあ アーティーはさ、はい、あーオープニングとあとあれを何て言ったらいいんだろうオープニングの後の流れだまあんかプロローグに近いところの位置、ね、にそうでね映像と、はい、あの役者の名前がみんな出てきてみたいなところもパ、はい、ーティーの曲で言ってして、うん、まあ思うところはやっぱりですねその、まあ、次回もあると思うんでぜひ、はい、ね、はい、こう次回とかは。 もうちょっとる状況でコミカルな要素だったりっていうところも考えた上でいろいろバリエーション増やしてで実際こういうのどうですかって提示できるように頑張っていきたいなと思っぱう舞台自体はすごく感動して結構涙が出たんですけどなのでなおさらもうちょっと僕楽曲入りたいなみたいな思いましたね。でもまあ いつとは言いませんが、まあ第二弾というかもうね動き出してはいるので、いつどこでとはまだまだ言いませんけれども、あのもうちょっと煮詰まってきたな皆さんにも伝えできるかなと思ってるんですけども、年内中に第二弾があるんじゃないのかななんていうふうにちょっととは思ってます。よはいはい。今日は来なけば一ヶ月。そう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 もうね一ヶ月さずもね。そうこの場を借りてあの皆さんに。 ご実談としてお伝えしました。はい。 ザファクトリー東京がお送りしている新東京商店街、うん、そろそろ閉店のお時間となりましたさっきね権三さんも言ってましたもんねん世界平和です世界平和そうこれはもう音楽とかなんか関係なく、うん、やっぱり生きてる人たちがねみんな世界平和っていうことをこう胸に、うん、あの秘めつつちょっとずつ表に出していったらあんまり争いごとってなくなるんじゃないのかなとか思ったりもするので しみじみ三十八歳になって思いますよ。ねうん、ありがとうございます。いやいや、もういいんですよ。帰って一人で枕を鳴らすよ。なんでですか。そんなわけで、はい、ここまで津軽三味線奏者の久保田裕二と。アーティファクトでお送りしました。それでは、また来週。